おはようございます。オーメンズイレブンです。朝起きたら雪が降っていた。昨日の景色とは一変し、目を疑った。楽しんでいたバーベキュースペースも変わり果てた姿に。汁で体を温める。しかし一旦冷静になる前に、めったに見れない雪で楽しむことにした。このチャンネルのマスコット作りに30分費やした。チェックアウト時間が近づき、ようやく冷静になる。果たして家に帰れるのか。チェーンを持ってきておらず、ノーマルタイヤだ。こんな天気だが、今日は一つ夢を叶えたいんだ。いつも山梨に来ると必ず見かけていた。そして今回の旅で長野県でも見かけたスポットがある。それはどこかというと、ここだ。ハッピードリンクショップ。この場所で飲み物を買うことが私の夢だった。選んだ飲み物は元気はつらつオロナミン C。家での観賞用も買っておいた。元気をもらえた気がしたので、富士山を見に行くことに。大石公園、富士山が見える絶景スポットだ。富士山はやはり綺麗だ。そして観光客が多いことに驚きだ。めったに見ることができない雪にみんな笑顔である。富士山、圧巻の風景。お腹が空いてきた。ご飯を食べて早めに山梨県から逃げなければ。行きつけのうどん屋が定休日だったので、もう一軒行きつけのほうとう屋へ。この店のおかげでほうとうが好きになった。うまい。冷えた体を溶かしてくれた。お腹を満たした後、こんな神秘的な光景にも出会えた。
雪と桜。人生で初めて見る光景。余韻に浸っている我々に秘宝が届く。帰り道に規制がかかったのだ。ノーマルタイヤでは当然通らせてくれるわけもなく、ひたすらにさまよった。迂闊に車を路肩に止めたり、駐車場に止めることすら危険と察知した我々は、ある一つの決断をした。事前に電話で確認し、その場所へと向かった。我々以外にもノーマルタイヤ難民が途方に暮れている光景を何度も目にした。到着した。この場所で雪が落ち着く深夜まで待機することに。酒も安く、シャワーやベッドもあり、一人1000円で休める。困り果てた我々にとってはオアシスだ。酔いを覚ますために仮眠を取ったり、カラオケで時間を潰したりした。忘れちゃいけないのは、おじさん3人がこの密室にいるということ。そして夜11時、再び帰路へ。この場所がなかったら我々はどうしていたのだろうか。雨で雪が溶けて、無事山梨県から抜け出すことに成功。何時頃から規制が解除されていたのだろうか。少し走らせただけで雪がほとんどなくなった。平成31年4月10日、平成最後の大寒波と呼ばれた日に、大雪という貴重な体験ができた日だった。帰り道でラーメンを食べて、仲間たちと今回の旅を振り返る至福の時間。そして最後には口を揃えてこう言うんだ。さあ次はどこへ行こうか。勝手に